はい、これ日本人妻は最悪今日の一番の、はい、問題が、はい、問題カントラバーシャルなやつが出てきましたよ、はいはい、これネットに上がっていたものなんですけど、はい、日本人妻はっていうことは、はい、外国人が結婚するとしたら、はい、日本人妻が最悪なんだというふうに言ってると。オンラインの、まあ、2ちゃんとかああいうところのフォーラムがやっぱ掲示板とかそういうのあるんですよね。でそこで、交わされてる外国クオーラっていうところですか、はいはい、でそこの、まあ、記事のがまとめたんですけど、はい、まあ、いろんなところで SNS で俺日本人の彼女がいるんだ、はい、結婚しようと思ってるんだけど、うん、どう思うっていうふうに、はいはいはい、いろいろ聞いてるサイトがあるらしいんですよ、うん、はいはい、そしたら、うん、日本人女性と、まあ、結婚した日本出身の方でも何でもいいです、うん、はい、結婚した、西洋人の、うん、まあ、外国の、はい、男性が、うん、ことごとく言ってるのが、うん、やめとけってことらしい。日本人の女だけやめとけと、はいはい、でそれがなぜなのかってすごい興味あるじゃないですか、うん、でそのじゃあやめとくべきその特徴が3つあるっていうふうにまとめられてるんですよ、うん、はいはい、特徴が3つ、こういうことが理由、はい、論拠として日本人の妻やめとけ、うん、はい、特徴3つあるっていうんです。1つ目、働かないのに家計を含む家庭内を支配し、うん、夫を会に送る、はい、まあ、いわゆる尻に敷くってやつです、はいはい、これ言ってる、まあ、これは日本では普通に割と専業主婦になってで旦那をお小遣いにするっていうのがこれ普通に行われてることだから、まあまあまあ大多数ですね、外国人と結婚した時にそのパターンを持ち込まれると、うん、もう大反対する外国人なんですよ。ふざけんなと。ひどく傷つくらしいですね。はいはいはい、2つ目、うん、自分をですね、うん、夫側を支配するための手段として、うん、暴言や経済虐待や子供を利用するって言ってます。うん、いや、これどうなのかな。これは暴言とか言いますか。これはね、相手が悪いんじゃないのまあ、ちょっとこれ分かんない。っていうふうにも思いますけどね。はい、3番目、はい、うん、パートナーに対する敬意や感謝や愛情がなく、うんうん、ATM 扱いするんですけど、はいはいはい。いや、そうなんですか、これ。これは、どうなのかな。これやっぱり、アメリカ人っていうか、はい、向こうの人っていうのは、出かけるときに毎回ハグしたり、キスしたりとかするっていう、その、要は、その、表に出さなきゃいけない、主張しなきゃいけない。お互い努力して歩み寄ってる感を出さなきゃいけないっていう。はい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 、のがあるんだけど、日本の女性の場合は、はい、結婚しちゃったらそれがなくなると。はい。いや、女性ってか、男性もそうじゃないの、ね、まあまあまあ、そういうことですね。結婚してからもそれやるのみたいな。っていうことなんでしょうかね。はいはいはい。いや、この3つが問題だと。ただまあこれがね、はい。これどうなの？これが問題なんじゃないかという話です。はい。いや、これ、この10個出した、あ、7個か。こっちの方出した方が早いですよ。はい、あ、そうですか。いろいろ。あるんで、これ7つの理由、はい、8つぐらいの理由があるんですか。7つ出してみて、はい、日本人女性と結婚すべきでない理由としてですね、そう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 、1の1、働かずに依存的になる、これ専業主婦になる、はいはい、なっちゃう。2つ目、うん、夫と子供所有物のように支配する、ひどいなこれ、うん、3番目、お小遣い制で夫を拘束する、ああなるほど、はい、1点を、4つ目、暴言と虐待を繰り返す、これちょっとよく分かんないです、これはちょっと、はい、これはね、あんまり、いやー、でもいるのかな、一部には。はい、いやー、なんか、奥山さんニヤニヤして、心当たりあるんじゃないですか。じゃあ、なんか。この5番目ひどいですよ。これ5番目ひどいですよ、うん。精神疾患や人格障害があって。これ差別だよ、ね、これどうなんですか、これ、はい。これはどうなのかな、はい、で、6番目、うん、セックスレスを当然視する。いや、そうかな、これ。これはやっぱ、はい、夫婦としての務めを。務めを。果たさなくなる。で、1.7、7番目、はい、ATM 扱いし、人間扱いしない。そうだ、これ。あ、はい、まあ、これが、はい、まことしやかに話されてるってるらしいんですよ、はい、だからそういうふうにやっぱ思われてる、で実態はどうか別ですよ、はい、なんですけど、うん、結構その、うん、外国人で、はい、結婚された方は全員日本の女性やめとけということらしい、うん、まあ、短期的な関係なら日本人は女性大人気らしいんですよ、はい、もうこれもう一個やばいのがあって、はい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 、自死誘拐問題ってのあるんですよ。あ、それはね、これは日本だと母親は子供を連れて実家に帰るっていう、はい、この何、はい、もう物を物理的に確保してしまうって、はい、子供をね、はい、そうすると、うん、旦那と会わせなくするっていう部族的な習慣が残ってるんですよね。部族的な習慣、いや、これ完全に部族的習慣なんですよ。ほう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 。だって子供はお互いの
ものじゃない、はいはいはい、にもかかわらず、はいはいはい、そうですね、母親だけが子供から切り離して、うん、家に連れて帰って旦那を会わせないっていうことを日本だけが認められてるんですよ。で裁判になっても結局母親の方の権利が強くて、親権のね、はい、親権で、これ実子誘拐っていうのは弁護士がやってるんですよね。母親から離婚したいって時に子供どうするんですかって言った時とかに弁護士も暗躍してそれをやってる。ちょっとここでだから文化の、うん、外側のとの文化の違いっていうところに如実に現れて、これが国際結婚するとね、いや、はい、僕はこの実子誘拐の方が逆に出てるもんかと思ってこの記事を、うん、はい、OK にしてたつもりだったんだけど、はいはい、出てなかったから言わせてもらうんだけど、だから本来2人のものなんですよね、まあまあ、子供は、まあまあ、だから、ね、父親に会わせないとか、うん、両親、ね、っていうこととかはやっちゃいけない、うん、本来はね、ことなんですよ、はいはいはい、まあまあ西洋的なその法的概念ではありえない話、ね、ありえない、はい、だ日本でも本当はありえないと思うんですよ、はいはい、何もかかる当然のように母親だけ、はい、だから僕の知り合いの、はいはい、離婚された方社長が、はい、だってやつがまあそのと抑えられちゃったから、やべえっつって仕事ほっぽらかして実家にアタックしていったら、そこで不法侵入で父親、向こうの母親の父親に言われて逮捕されちゃった。マジですか。そうだからそれ、はい、いやそこで抑えないと、はい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 、だって月日が経てば子供なんて親の顔忘れちゃうわけですよ、まあまあまあですね、3歳4歳ぐらいだったら、ねね、だからそのうちまだその人間的な付き合いを残したいから、うん、やっぱりそこで何とかしたいって思うんだけど、はいはいはい、やっぱ完全に制空権を抑えられてるんですよ。制空権そうだからこれマジで、ね、日本の大人の男の、はい、まあ、結婚した男性の大きな問題として残ってるんだけど、はい、この部族的なことがまだ未だに残っちゃってる、うん、これを日本の例えば、うん、フランスとかで結婚しました、はいはいはい、子供います、うん、はいはい、で、まあ、夫とやっぱりすごい暴言吐かれてなんとかだとか、うん、はい、DV だとか言われて、うん、結局私日本の実家に帰りますって、うん、子供連れて帰っちゃうとかになると、日本の実家に帰りますと言わないで子供連れて帰っちゃ う, 帰っちゃう。でそれは誘拐だってことになっちゃって、誘拐なんです、向こうからしたら誘拐なんだけど、はいはいはい、国際的にもね誘拐になるんだけど、日本は日本の法律で、ええ、そっち母親が連れて帰ったら母親に子供の権利があるみたいな優先的なね感じがあるの で,、ね、でその感覚があるんで、はい、つい働かずに依存的になって夫と子供を所有物のように支配するとかっていうふうには見られるんでしょうね、やっぱ随所にあると。いや、 やっぱり向こうの結婚観って、ね、うん、まあ、向こうといってもその、まあ、アジアの方とかはちょっと別ですけど、うん、まあ、基本的に西洋人と結婚した場合ってやっぱそのイコールパートナーであるっていうところの建前はものすごくこう強く出すので、まあ、家計のに関してもやっぱりこのお互い 独自の家計でやっぱりやるとかっていうところは徹底してますから、うん、日本、まあ、日本フェミニズムがものすごく強くて女性の立場弱いとか言ってますけど、逆ですよ、ね、家庭に入ったら相当男性の立場弱いっちゃ弱いですよね。これほど経済的に女性が強い国はないですよ、家庭の中でね、家庭の中で特に強いのが大阪らしいですね。大阪は文化圏的に、うん、お父さんペット以下っていう話はよく聞きますけど庭で寝ろとか言われたりとか、だからこれはね、よく聞きますけど、日本は修正していくしかないですよ。ことですかね、この感覚っていうのは、はい、で日本国内においてもすごく修正していって、はい、うん、まあ、今もう共働きがほとんどなってきてるわけですし、はい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 、だから専業主婦に戻れとかそんな風な話とかじゃないんですけど、うん、ないですね、僕も周りを見ててすごくそれを感じるわけですよ、うん、はい、あとね、はい、この中で、いくつか面白いコメントが、うん、まあ、ちょこちょこあったんで、はい、僕も見て面白かったのがですね、ここですね、はい、日本の女性は、うん、20代前半から更年期にかけて性格が大きく変わると、うん、化けるというんですよ、はい、一つ目、うん、20代のおとなしい女の子だった時には、うん、自分では何も決められず、うん、俺がいなくては生きていけないかのようだと、はい、やっぱなるわけですよ、はいはい、まあ、あなたなしじゃ生きていけないのっぽい、はいはいはい、ほら、うん、出すじゃないですか、うん、女性は、うん、ところが、うん、時間の経過とともに、うん、非常に自己主張が強く意見もいい、うん、かなり支配的な人に変わると、はいはい、このような変化は30代後半から更年期とか、はい、しっかり書いてますよそしてその余波を得てますます加速度がつくと私は自分の妻だけでなく数名の友人の結婚でも同じものを見たっていうことを証言してるんですけど、はい、まあそうかなっていう感じでいやこれそう僕はどうなんだろう、日本人女性は、はい、
日本の男が一番モテなくて、はいはいはい、あの日本人女性は白人の男性からとこの結婚したりとかしてるからモテるもんだと僕は思ってたんですよ。あ、はいはいはい、基本的にははいはいはい、もちろんもちろん。でこういう問題は、うん、日本国内だけであって、はいはい、海外に行ったら持ち込まないで、うん、アメリカナイズされたりとかして、はい、現地の、まあ、ローカライズされてるって、はいはい、クリアしてんだろうなと僕はなんとなく思ってたんですけど、そうでもないんだなっていうのが今回初めて知ったというか、まあ、やっぱこの、うん、ほら20代のかわいくて俺がいないと彼女は生きていけないのかな、うん、みたいな、守ってあげたいみたいなところなのに表現するってこれ何かと、うん、まあ、一つは僕ね、うん、子供ができるかできないかっていうところなのかなって。子供ができると、はい、旦那との関係よりも子供との関係の方が強くなりますからね。ということはつまり、はい、その母、まあ、まあ熊で言えばですよ、うん、はい、母熊になるから強くなるみたいなところですか。、はい、そういうことなんですか、はい、和田さんが言いたいのは多分そうなんじゃないですか。分かんないですけど、二の次ですよ、二の次ですか、旦那のこと。ああなるほどね、はい、なるほどね、生まれたらね、はい、いやー、うん、そうなのかな、はい、いやーこれね、いや、はい、ちょっと特殊な例ばっかりを集めてきたんじゃないのって僕思いたいんですけどね。いやなんか奥山さんがニヤニヤしながらこれはやりましょうよ。いやいや僕じゃないです、僕じゃないです、いろいろ思い当たるとかじゃないですか、これ和田さんじゃないですか。いや僕は連れ去りについてこの実施誘拐問題、まあそれはね国際問題になってますからね、出るのかなっていうふうに思ったんですけど、はいはい、まあでも確かに不思議な強い権限があるっていうところは、はい、日本でも国内で認められてる、はい、部分はね監視法であるっていうところは、はい、これ思い当たる女性が何人かいるという感じなんじゃないですか。いやでもね、はい、僕が知ってる限りでは、あでも海外のに、そうだ、海外、僕は海外で会ったカナダとイギリスで会った日本人女性は、うん、あ尻に敷いてたな、敷いてた、敷いてたかな、うん、はい、まあ、幸せな結婚されてる方もいっぱいいたんですけど、海外に行って、はい、それなりに生き残ってるっていうかね、日本人女性ですか、日本に帰りたいとかじゃなくて、ええ、ここで人生をもう行こうと、はいはいはい、思って結婚する選択まで行ってる、人たちっていうのは、はいはいはい、そもそも日本にいる女性よりも相当自我が強いと思うんですよ、うん、パワーが、いや、パワーか自我かは分かんないですけど、はい、覚悟は持ってますよね、うん、その現地で行こうっていう、そう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 、うん、もう全然態度立ってきてる人も、はいはいはい、中にはいるんじゃないかと思うんで、なるほどなるほど、はい、そういう意味では相当個性的っていうか、あの強さはあるんじゃないかな、それだからかな、でもちょっと分かんないんですけど、うん、ちょ僕ねこれかなりバイアス入ってるんじゃないかなっていう感じがしますけどね。日本人の中で選ばれた強い人たちがいて、はい、それで日本的なやり方で、うん、ガーッとゴリゴリ押してるんじゃないかなっていうふうに、ちょっとなんとなく、ね、まあでもこれね、はい、はっきり言って僕はあの文化のやっぱ違いっていうのは現実に出てて、うん、はいはい、そのやっぱ日本の社会、日本人確かにあの社会に出てる女性は少ないかもしれないんですけど、うん、家庭の中の権限は、うん、まあ、とんでもないと、はい、いうことはちょっとこれ新たな文化として、まあ、文化摩擦になってる部分はありますけど、うん、はい、一つこれは外国の人に知っておいていただいた方がいい、はい、そうですね、はい、基本的に結婚する前にいろいろ、あの話し合っといて、まだこれから結婚する人いたらね、はい、話し合っといてほしいんですけど、まあそうですね、本当にね、あの財布は渡しちゃいかんと。あ、そうですか、そうなんですか。財布渡しちゃいかん、マジもうそこからですよ、はい、何なんですかこれ。財布渡しちゃいかん、絶対財布なんか渡しちゃいかんですよ、はい、なるほどね、そりゃそうでしょう、はいはい、米中20年戦争の備えのパート7、米中戦争の、はい、鍵は日本だってことで出てきましたよ、国家と日本の個人のエマージェント戦略、これを、今回出しましたということで、はい、もう新しい、で来週までですね、特別価格、ちょっと安くなった価格とおまけの、はい、おまけを、音声をプレゼントということで、はい、そうですね、おまけはですね、大国のリスクっていうことと、あとルトワックの日本再生論をこちら入れておりますので、はい、それとあとあれですよね、はい、ルトワック の裏話が、あ、そうです、ね、そうです、裏話が入っております、ね、はい、ルトワックが失脚しそうになった話ですか、はい、そうです、ちょっと、はい、まあ、それが結構よかった、彼にとっては良かった、やっぱピンチはチャンスと、ピンチはチャンスですね、いですね、はい、という話ですね、まあ、強い人間はピンチをプラスに変えられる、いや本当それを途中でね、はいはいはい、できるっていうのはやっぱ強いですね、学習塾始めたんじゃないかった、違いますよ、違いますよ、違いますよ、違います、それはあのそれドラマの方ですから、この間終わったドラマ、あ、そうですか、はい、わ、はい、かりました、はい、学習塾始めた、はい、ということで、はい、米中20年戦争に備えようのですね、パート7、
ですね、はい、米中セブンというやつが出ましたということで、まあ、鍵は日本だということでね、はい、国家と個人のエマージェント戦略ということで、うん、来週の放送までは特別価格でちょっと安くなってですね、はい、それからおまけの音声プレゼント、はい、それでおまけの音声は、はい、大国リスク、それからルトワックの日本再生論ということで盛りだくさんですよね。それについて、はい、ちょっと音声を入れておりますので、はい、ぜひよかったら買っていただけたらと思います。